ちょっとフルーツを食べる。お腹が空いてしまって、これはフルーツミックスです。パイナップルも入ってる。じゃーん、いただきます。パイナップル、うまっ。うま、うま、パイナップル大好きは。それな、めっちゃお腹すいた。汁もうま。今日はね、ロケでした。お出かけしてきた。お出かけ。ゼリー食べてる。ゼリー、これゼリーか。いや、ゼリーではない。なんかこれなんかこれとか言って語彙力ない。うまうま。今日は割と長旅でしたね。うん、上越の方に。あの、ロケに行きました。どこに行ったかは楽しみにしててください。遠出だね。遠出した。あのチャットに送ったラーメンはもう完全プライベート。プライベートで一旦ごね。うまうま、美味しそうだったんごでしょ。美味しかった。音波ありがとうございます。でもさ、今日めっちゃさ大雨だったんだよね。びっくりするぐらい。なんか最後のロケの場所が終わりそうですみたいな、もうほぼ終わりになった瞬間にめっちゃ雨が降ってきて、びっくりした。でも終わってたからよかったけど。終わった瞬間に「おりゃ!」って雨が降ってきて、びっくりした。そう、私雨女なのかな。
新潟の雨すごかったよ。なんか途中で収まったりとかしてたんですけど、最終的にめっちゃ土砂降り。そうでもね、楽しかった今回も。あ、カンバラ祭りなんか今日かららしいよね。でも雨だよ、雨。祭り、ポッポ焼き誰か買ってきてよポッポ焼き、ポッポ焼き食べたいんだけど。ロケあるある教えて。ロケあるある、あ、毎回ねロケ終わりにあのアイスを買ってくださるんですよ。アイスを買ってくださって、でアイス食べながら帰るっていう幸せの旅。今日はね、あのコシヒカリモナカってやつ食べましたよ。初めて食べた。なんかお米が入ってる、お米の粒入りみたいな、びっくり。そう、美味しかったですよ。うん、そう、コシヒカリアイス、それのソフトクリームもねあった。私はモナカにしました。美味しかった、初めて食べたけど美味しかった。パイナップルうまっ、うまいナップルうまいナップル。そして今日はね21時からリカさんの写真集の発売記念配信があるんですけど、私もリモート出演させていただきますので、ぜひ見てください。私も今さっき見させていただいたんですけど、もう可愛すぎてやばい。でも今ここで喋ると配信であれだから、ちょっと耐えるね。めっちゃ話したいけど、この後の配信で興奮をこう伝えたい興奮、今の興奮を伝えたいので、うん、ちょっと待ってて。今すぐに話したいぐらいなんですけどね、ちょっと配信せっかくあるから貯めとくわ。でもちゃんと自分の尺のあのね時間内に収めないと。私リモート出演だから、あのブチって
切られるかも。リカさんに長い。ブチッ。で、わーって。リモートだから、わーって。こう消え去るっていう画面から。っていう事件が起きたら危ないので、簡潔にね。うん。完食？いや本当に美味しいフルーツって。ごちそうさまでした。ちなみにもう一個あるパイナップル好きすぎそうブチ切りちょっとされないようにねパイナップルないな。これはちょっと後でうん配信あるからちょっと顔を作っていく。もう一回見せ、あ、これこれこれ食べ終わり。コンビニ、よくコンビニにあるやつだよ。おかわり、そうおかわり。メイク直しよ、それを。さて、鏡あった。よいしょ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 。でも言うてなんか適当に持ってきてしまってほぼ何もないんですけど、まあやっていく。まずは パウダーで整えていくよ。これはタンプレで帰りにもらいました。じゃん、エトボロス、エトボロス。なんかこれ帰りがショールーム配信でよく使ってるらしいそう、だからなんかやってみた。こう持ち運び用に嬉しいですよね。こう適当にこうヤッホーってやっといて、でほんでもって、ほんでもってもって、わ、これさ液体が出てくるのがちょっと嫌なんだよね。こういうの色はすごく好き。なんか足音がした。そんでもってこのリップを塗る。てか絶対鏡見た方がいいよね。妹だから
どんな感じで映るんだろうっていう。見てみた。グロい。拭けば多分漏れてこないっていう。オッケー。オッケー。きれいきれい。よし。そして一応アイシャドウも塗ってゆく。気持ちいい、気持ち塗ってゆく。皆さんもう6月も終わりですよ。早くないですか？本当に本当に早くて焦っている。チークは塗らんのって。チークはね、持ってきてないんごな。リモートでどう映るんだろう。ショールームとはまた違うから難しいですよね。半年終わったってやばくない？でもさ、来月とか本当に一瞬で終わるから、絶対に。だから実質8月8月だわ次。来月は絶対病だよ、本当に。今月以上に病だからよろしくよろしくとか言ってそう、来月はね、そう、病なんです。そう、コンサートのリハといいね、いろいろありますからね。体調気をつけて。本当にね、みんなも本当に気をつけてね。そのフェスとかでさ、本当にあの水とか飲まないとさ倒れちゃうから、みんな気をつけてほしい。お互いに暑いし気をつけてね。そう、あのね、あれだよ、塩分大事。なんか水じゃダメそう。アクエリとかポカリとか、なんか そういうのだよね。
あとおでんとラー油とパイナップル必須ですよ。7月と8月だったらさ、8月の方が暑いよね。どうだったっけ、8月の方が暑いっけ。8月か。8月の頭とかは結構かなり暑い。そんな変わらんか。そう、暑いよ本当に。日焼けはね、今のところしてないですね。でもこっからですよ、勝負は。こっから焼けないように頑張る。なんか長袖着るのが一番日焼け対策な気がするんだよね。なんか日焼け止め塗るの私あんまり好きじゃなくてさ、正直ベタベタするのが嫌なんだよね。だったらなんかもうね、肌を出さないのがなんか一番の日焼け対策かなって思うよ。そう、でもさ、可愛い格好はしたいしってなると、あまり外に出ないのがいいけど難しいって感じですよね。難しいよね。サングラス買おう。そう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 、サングラスが欲しいんだって。そういえば忘れてた忘れてたけど、そう、欲しいんだった。そういえば、そうそうそう、日焼け対策アイドルになる前からやってた。やって日焼け止め塗るぐらい。でもなんか今ぐらいちゃんとはやってなかったですね。もう当時は全然真っ黒クロスキでしたね。中学生は特に真っ黒クロスケって感じ。NGT に加入してからかな、ちゃんとしだしたのはちゃんとしようみたいな。日傘とか差さなかったもんな、昔。今はもう必須。今めっちゃ白い、わかる。今ね、今はね、そうだから信じられないよね、私が黒いのを。黒かったのは信じられないよね。でもそんな時代もあったんだよ、黒黒時代が。本当ありがとうございます。とりあえずいいかな、これで。ちょっと分かんない。
良き良いか分からんからとりあえずいいか。とりあえず前髪の長さちょっと長いかな。巻いてないからさ、これで。よし、今日バブミ？バブミ？本当？なんでだろう。バブミ。丸襟だから。襟？顔の問題？どうもありがとうございます。ひなちゃん動画やばかった。ああそうだ、あれ反応してないわまだ。そうなんかさ、前に公演終わりにあのね配信してたんですよ、ショールーム配信を。みゆみゆとれいちゃんとひのとかいりと私かなで配信してて、その時結構いろいろおかしくて、それをね、ひのが編集してくれた動画が上がってたはずなんですけど、まだちょっと反応してあげれてない。いや、そう編集してくれた。あのクッションあります？あるよ、あるある、これでしょ。なんかこんな感じになってるやつがある。あれ見て応募した子いたら勇者でしょ。だいぶ勇者。よし、オッケー、オッケー、オッケー。8時もう。そろそろ、じゃあランキングを読むか。ではでは、ランキングを読みたいと思います。13位タスさん、12位赤毛団長さん、11位イケリーさん、10位タカノンさん、9位ダイさん、8位 N2F さん、7位涼介さん、6位マサさん、5位秋広さん、4位ゆうきさん、3位松田さん、2位大関さん、1位星の鼓動愛さん、ありがとうございました。ありがとう。スクショタイムってやつをしましょうね。よしよしよし、ちょっとくし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 。少々お待ち。よいしょ。オッケー。オッケー。よし。では。はい、ありがとうございます。では、この後は9時から。イカさんの写真集の発売記念配信があります。私はリモートで出演させていただくので、ぜひ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 見てください。そちらでいろいろお話をねさせていただきますので、よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。見てくださって、コメントもギフトもありがとうございます。ではまた後で。ありがとうございました。バイバーイ。